若さ、今季は86試合、周平、出番は数分すよ。舐めすぎやろ。若さと周平、周平のトークショーでの一コマ。若さ、野手は柳が投げている時に打たなきゃって意識はあった？周平、それは結構ありますよね。多分、僕は試合出てないからわからないですけど。若さ、なんか切ないですね。でも今季86試合、周平、86試合、出場1、2分とかですよ。この人舐めすぎだろ。自分が活躍できてないからや。もっと真摯に向き合ってほしいよ。絶対に素質はあるんだから必死にやれ。もっと真面目に野球に取り組んでほしいよね。石川からサードのレギュラー奪ってくれよ。この時場が凍ってそう。マジで期待してるんだから頑張れ。立浪、俺がしごいたろか？素晴らしい指導してもらえよ。周平は前までタイトル取ってるし、才能はあると思う。しっかりと練習してくれればいいんやけど。真面目に努力してくれ。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。